こんばんは、元男の子の青木かのんです。はい、ということでですね、今日はこの本田翼さんに激似の私のメイクを公開します。皆さんも参考にしてください。では下地を塗っていきます。パラドゥのプライベートベース UV。 ブリ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 。次はこちらのインスタントエイジリアンドっていうメイベリンのやつですね。これで目のクマを消していきます。ダメだ、最初のキャラでずっとやり続けるのきつい。こうやってひねれば出てきます。何なんですかねこのクマ。もう小学校の時からずっとクマが出てんの。なんか別に寝不足とかではないんですよ。むしろもうほんと引きこもり生活なんでめっちゃ寝てんのに、なぜかクマが昔からでポン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 って叩いて、なんか多分私化粧とかって基礎知識をもうすっ飛ばして自己流でやっちゃってるんで下手くそな部分多いと思うんですけど、まあ温かい目で見てやってください。ほらクマが消えた。じゃあ反対側も行きます。ほらクマが隠せたでしょ。したら次ケイトのフェイスパウダーナチュラルタイプですね。これを塗っていきます。ポン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 。みんなクッションファンデとかやるじゃないですか。手軽にファンデできちゃうよみたいな。あれ私すごい苦手なの。てかなんか合わないんじゃないのと思ってて、自分に苦手なんだよな、あのベタつく感が。もうほんとサラサラになりたいんですよ。だからこのパウダー系で全部やっちゃう。なんかたまに化粧とかで20分ぐらいで終わらす人いません？あれすごいなと思うんですよ。私絶対無理だわ。経験値の差なのかな。次はですねフェイスパウダー、これをかけます。これはレブロンのスキンライトプレストパウダー N105 フェアリーピンクっていうやつ。これ結構お気に入りなんですよ。なんかラメみたいに入ってて、で青木はさクッションファンデじゃないから今時のツヤ感みたいなのは出せないわけですよ。だからこのラメで補うみたいな。あと肌がすごいサラサラになってファンデーション特有のなんか塗ってる感みたいな、なんかそういうのがすごいいい感じにぼかせるんですよね。こうやってポン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 って塗っていきます。なんかもう仕上げの工作でいうとニスを塗るみたいなさ、ツヤを出すためにニス塗るじゃないですか。ほらめっちゃ触り心地いいんですよ。なんかね厚塗り感が全然ないの。これわかります？だってほら肌の色と変わんないでしょ。厚塗り感ないんですよ。ではですね今から私のこのいかつい目を二重にしていきます。二重っちゃ二重だけど、これはもう奥二重っていうやつですかね。すごい目がクリクリしてる人って大体平行二重なんで、それにしていくんですよ。これですね、これはドンキホーテで買ったやつですね。片面タイプのアイテープ。ただこの粉を塗ってるからこの上から貼ったらすぐにボロッと取れちゃうんで、ちょっと粉を取ります。目のなんでみんなメイクするときってなんか変な顔にしちゃうんですかね。私もなっちゃうんだけど、なんかこんな、これもほんとすごい変わるんで見ててください。奥二重から二重がどんだけすごい変化かをお見せしますよ。これね、じゃあつけていきますよ。この辺かな。一発でうまく貼れることあんまりないんで、なんか毎回失敗するから消費量がやばい。でこう押さえつけてパッと目を開ける。いい感じ、一発で貼れた。目の大きさが変わる。じゃあ反対側ね、こうやって押して、はい、ほらほらほら、横にさっきの貼る前の写真出てると思うんですけども、全然違くない？ではこちらアイシャドウやっていきます。マキュアージュのドラマティックスタイリングアイズ OR の303番ですね。まずは一番濃い色をアイラインの代わりにアイシャドウを塗っていきます。なんかアイラインすると顔がねめっちゃオカマっぽくなるんですよね。あれなんなのあの現象は。基本的に化粧はするけども、なんかナチュラル目みたいな、真っ赤な口紅とかやったらもう完全に私ドラッグクイーンみたいになっちゃうから、それは避けたい。でちょっと目頭を私は多めにぼかす感じで入れていきます。大きめに。なんでかっていうと離れ目の垂れ目だから、目頭の方にいっぱい濃い色を入れることで離れ目軽減されるっていう。ほら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 、こっち塗ってない、こっち塗ってる。さっきより離れ目じゃなくなってきてません？このままではかなりちょっと濃いんで、真ん中のゴールドの色をこうやって指にとって塗った上からぼかすように入れるっていう。そうすることできつめな感じを和らげるっていう。お、いい感じじゃないですか。したら次は一番端っこの色、これを今塗った色の一番上ら辺にやっていきます。だから濃い、ちょっと濃い、薄いみたいな、なんか階段にしていくんですよね。でさっき塗った一番濃い色を
チョンってやって、あとここ真ん中チョンチョンってやって、でそれを今度下のラインを入れる感じでサッ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 ってやっていきます。そうすることで面長感が抑えられる。で少しこうやって目尻を伸ばす。そうすることによってちょっとバランスよくなる。ほらほら、これを3回ぐらい私理解してますね。気持ち、この黒目の下ら辺を一番濃くして流していくっていう。で目頭はもう本当なんか軽く、ほらなんか柔らかい印象になりません？じゃあちょっと反対の目もやっていきますね。反対の目はもうカットします。はい、両目やりました。したら今からまつげを上げていきます。一番この作業が嫌いですね。まつげを上げるっていうのがもう全然うまく上がれないからさ、もうほぼ諦めモード。うん、上がった片方だけ。したら私が使うのはヒロインメイクロング&カールマスカラスーパー WP02 番です。これもずっと使ってますね。女装時代から使ってると思います。あ、女装時代っていうのはまだ完全に体が男の時にカツラかぶってメイクしてた学生時代のことを言ってます。結構変わるなやっぱり。で私はそのまつげのそのダマになってしまったやつをなんかコームみたいななんかやるじゃないですか。あれねあんまり好きじゃないんで、ピンセットで離れてしまっているバラバラのまつげこうやってなんかくっつけるみたいな。じゃあ反対もやっていきます。まつげ少ないんですよね、なんか知らないけど。ここ最近急激なダイエットをしちゃってるのかだからか、なんかまつげの本数が少なくなってるんですよ。やば、左の目異常にまつげ少ない。どうしよう、やばすぎ。へへ。したら次はこの一番上のちゃんちっちゃいやつ、これをこの涙袋の代わりになるところに置いておきます。こうやってちょっと笑って、そう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 、去年ぐらいは涙袋めっちゃ入れてたんですけど、なんかあんまり似合わないっていうことを発覚しまして、あんまり最近やってない。でまた今と同じ色を全体的にとって、このまぶたの一番頂点のところになんかのせる感じで入れていきます。したら光沢感っていうのが出てきて結構いい、そうやって書いてあった。で次こちらのコフレドールスマイルアップチークス N01 のソフトピーチ、これを入れていきます。ほっぺに顔色悪いってよく言われるんですけど、私結構入れてんだよちゃんと。黒目の下ら辺に入れていきます。したらお次はセザンヌのパールグローハイライト02番のロゼベージュ、ハイライトですね。これを少し取って、この今入れたチークの上になんか軽く重ねるって感じで、顔の光沢感をより出すためにしてます。次眉毛やっていきます。これエチュードハウスのコントローニングキットアイブロウですね。シャープ1のナチュラルブラウン、この薄いやつを私使います。薄いやつを眉毛の眉頭ですか、なんか困り眉は私似合わないっていうことが分かったんで、平行までいかないけども眉山ができるくらいの普通の、別に特徴も何もない。なので自分の眉毛をちょっと太くするぐらいの勢いでやってます。で今度はこのちょっとだけ色濃いやつとこれをちょっと混ぜて上側の形を整えるっていうか外枠を作っていくみたいな。何言ってるか自分でも分かんないんですけども、基本的に何だろう、引き算メイクっていうか、なんかもう薄いメイク、薄いっていうか主張激しいメイクはしないですね。控えめ、すべて。そうしないと。やっぱ男の人と女の人って凹凸感が全然違うんですよね。女の人がやるようなメイクで男がやっちゃうと消化部みたいになっちゃうから、もう黒とかは絶対使わない。全部ブラウンとか。こっち完成しましたね。でキスミーヘビーローテーションカラーリングアイブロウ03番アッシュブラウン使い込んできたいんですけども、眉マスカラって言うんですか、これを薄く入れていきます。ここ地毛が黒いから眉マスカラって言うんですか、眉カラー。すごい、めっちゃ変わらない。ほら、あまり眉頭は薄くしないですね。もうそもそもこの一番薄いやつを入れてるから大丈夫です。じゃあ飛ばします、反対側は。はい、できました。あとはですね、私の必殺技、壊れたブラシ、あとはイプサのアイブロウ、これ事務所のマネージャーにいただいたんですけど、これ眉毛にやるやつなのに私シェーディングっていうんですか、顎とかにこうやって塗ってちょっと顔をちっちゃく見せるみたいな、それにも使っちゃったんですよね。なんか顎がめっちゃとんがって見えるよねみたいな、顔ちっちゃくなったって言われるけど、このシェーディングです。
そうなの、まあ、ただ歯科矯正とかして歯の噛み合わせが変わったからっていうこともあって顎が短くなったみたいのも確かにそれも一理あるんですよ私は。でもそれと合わせてこうやってシェーディングすることによってなんか顔の形めっちゃすっきり変わったねみたいな言われることが増えたのは、まあ、そういうことが要因だったのかもしれないですね。ここにも言えるとほっぺのもう本当に端側ほらすっきりしてません顔周り。本当の骨格は多分この辺なんですよ。5ミリぐらい顔がちっちゃく見えると思うんですよ。リップしましょう。私が今リップしてるのはこちらです。ロレアルパリのシャインオン954番、こういった色ですね。なんかブラウン系の色を最近使ってますね。いや見てげー、本当に赤い色とかまで似合わないんで、あとオレンジとかほらこのままってやばくない、これでさえ似合わないんですよ私。だから手でですねぼかしていきます。あんまり主張を激しくしたくないんで、だんだん薄くなってきた。これはあと1回ぐらい繰り返して、やべえはみ出るバーガーした。まあいいや、どうせマスクするし後で。じゃあこれで今からカラコン入れてきます。ちょっと待ってて、コンタクトレンズを入れてきました。結構変わりません、さっきのドスッピンの時と比べてみましょう。どうぞ、ほら結構違うでしょね。今からもうセットしなきゃいけないんですけども、それも今からやっていきます。はい、ということで今髪をセットし終わってきました。ちょっとこの透けた感じの前髪にして小顔効果を狙うためにピアスみたいなちょっと大きめのやつをつけてみました。でちょっとあの私の前髪のこだわりがあるんですけども、こだわりっていうかここは透け感を出してちょっと垢抜け感を演出し、このサイドの方は前髪を少し重めにしとくことで童顔と大人っぽさをミックスするっていう、わかります？ということで今回は本田翼さんに激似の元男が化粧してみたっていう動画でした。今回ですね少しでも楽しんでいただけた方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。最近はインスタグラムを結構更新してますので、そちらも画面の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。